時は近未来、世界は幻影ライブのブームに包まれた。幻影ライブって何か知ってる？知らないよね。じゃあリュウ君が教えてあげる。ちなみにリュウ君はザ・キャッツウィスカーズっていうチームのギャラクシーカリスマラッパーだよ。よいこのみんな、今からリュウ君と一緒にパラライの世界を見に行こうね。まずリュウ君たちが激ハマりしてる幻影ライブには特別なアクセサリーが必要なんだ。そのアクセサリーにはファントメタルっていう激ヤバ謎々物質が入ってて、自分の DNA をチュッチュララ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 すると感情にリンクした幻影がドーンって出てくるんだよね。すごい、テレテレ。でその幻影の演出も含めたラップパフォーマンスが幻影ライブってわけ。でも幻影が綺麗に出た分トラップ反応っていうハイパーメンブレタイムがおまけでついてくるの。トラップ反応は自分のクソ振動系トラウマメモリーをがっつり見せられてやみます。おーゲロゲロ。まあリュウ君にはないんだけどね。いいでしょ。世の中みんな注目してる幻影ライブなんだけど、最初はクラブパラドックスっていうところから始まったんだ。そのクラブパラドックスで頭張ってたのがブライカンで、そのブライカンがとんでもねえ伝説バチバチに残しまくったカリスマなの。リュウ君と一緒だね、ニュフフ。ああでもカリスマかどうかってそれあなたの感想ですよね。まあブライカンはヒップホップシティを作ったり前代未聞の場所でライブをしたりしてますんで、本当優秀だと思いますよ。でもそんなブライカンはクラブパラドックスと一緒に10年前いきなり蒸発しちゃってそれっきりだったのよ。お別れの一言ぐらい言ってくれてもいいざますのにね。一方その頃リュウ君はみんなで仲良く平和にバーでお仕事してたんだけど、ある日突然お手紙届いたのさ。お手紙によると、今イケてる4チームに戦ってほしい的な内容で、あーしたちもバチバチに気合い入れて戦いまくったわけ。でもね聞いてよあーた、リュウ君たちが一生懸命戦ってるのに、その裏でアルタートリガー社っていう会社が悪いこと考えてやがったのよ。待てー。まあそんなこと1ミリも気づいてなかったオイラたち、過去一部を除くは幻影だしのトラップ反応で激闇しの繰り返したわけですよ。でむちゃくちゃ戦った後、最終的にはコズメズっていう凶悪夢川双子が優勝したの。おめでとうバチバチ。それでコズメズは100億円とブライカンへの挑戦権をゲットするんだ。さあここからコズメズ対ブライカンのドリームマッチが始まるぞってところで、あーしてくれろ。あーすっきりした。さあさあそういうことがあって、またまた結局クラブパラドックスもなくなっちゃって、コズメズとブライカンのバトルも延期になっちゃった。まあでももうすぐやるみたいだし楽しみだね。そういえば知ってる？最近見バレしたんだけど、ブライカンの修羅ってデリシャスラーメンやライメン亭のヨレヨレおじさんだったんだ。うまいラーメン作りながらアーティストを見守って支えるなんて、修羅あんた男だよ。でも修羅パイセンも厨房の中だけじゃ我慢できなくなっちゃったみたいで、新しい伝説作りたいなって言って、新しいイベントパラドックスライブロードトゥレジェンドを開催することにしたんだって。それでブライカンはイケてると思った8チームをチョイスして、その中で一番かっちょいいチームを次の伝説にするらしいよ。もちろんリュウ君もそのイベントに出るつもり。私の幻影ライブ